荒玉ちゃんたち愛してるぜ。まだ来るのか。準備 OK だよ。だな、さてどうするか。戦術で行くべきか。遊ぼうぜ。合わせる。ほらよ。そこだ。いただき。セグンがやっとか。さっさとやらせろ。さっさとやらせろ。全力だ。さっさとやらせろ。時は来た。さっさとやらせろ。さっさとやらせろ。全力だ。サポートするよ。力がみなぎってきたぜ。すべて私には見えているぞ。切り込む。取った。ミッション完了。撤収する。いいかしら、エレンさんとカオルさん。はい、何ですか。オブラートに包まずに質問させてもらうわね。親衛隊がこの付近に来てるみたいなのだけれど、もしかしてあなたたちここにいることが見つかるとまずいんじゃないかしら。おい、お前何を知ってるんだ。オサフネの源流たる地のこと。マニワサナ学長の指示であなたたちをサポートするため私はここに来た。これでいいかしら。なるほど、アンダースタンです。お仲間でしたか。では質問に答えないとですね。私たちもオサフネの源流から来ました。新しい同志の仲間入りテストをするためです。そんなわけなので親衛隊と鉢合わせるのはあまり喜ばしくはないですね。もしかしてですが、追っ手が来ていますか。ええ、正しくは江藤かなみと十条日和への追っ手ね。さっきの荒玉は彼女たちを追ってきた親衛隊のものらしいの。とにかく親衛隊は私たちが引きつけるから、あなたたちは組織の役目を果たしてちょうだい。ありがとうございます。恩に蹴るのですね。助かる。チーネ、エレンさんたちと何かあった？ううん、何も。エレンさんたちには先に行ってもらっただけ。なんだかとても急いでるみたいだったわ。なるほど、了解です。それならばむしろ彼女たちが憂いなく先を急げるよう、付近の荒玉は我々が一掃してしまいましょう。おや、5人いるのかい。なんだか情報と違うようだけれど。人の声？この声、ご当主様の親衛隊のシドウ・マキさんだ。でも、どうして親衛隊がこんなところに？美濃関の朝倉。なるほど、本命じゃなかったか。それでも、やっぱり黄泉はいい仕事をしてくれる。本来の獲物でこそないけれど、腕慣らしとしては悪くない。どういうことです？簡単だ。僕たちは十条日和と江藤かなみ、二人の反逆者を追ってきた。するとそこには一昨日の追跡劇を邪魔した二人、瀬戸内千恵と朝倉美穂。つまりさ、お前たちが裏切り者の仲間だって判断するのに、これはもう十分な理由だって。そう思うだろ。あ、そんな。ほら、僕のお刀ホエマルもそう言ってる。マキさん、その方たちについては。うるさいな鈴鹿、黙れよ。あ、仕方ありませんわね。ま、どうにでもなりますから止めはしませんけれど。なら黙ってない。今回の山狩り、
出ている命令は確保じゃなくて駆除だ。ちょうどいいからお前たちで存分に遊ばせてもらうよ。遊んでいいの？やったー！わ、これで終わりじゃないの？さっさとやらせろ！さっさとやらせろ！手加減はいらないよね。いつでもいけるわ。曲を出せば。これはいかが？パワーアップだよ。私の相手なのに。行くぜ、愛しの荒玉さん。行くよ、清光。これで終わりだ。はっ、さあ。パワーアップだよ。お姉さんの役目だものね。はい、ありがとう。これでもっと面白くなるぜ。中野、参ります。気持ちよくぶっ潰させてくれよ。いい子で待ってるよ。どうしようかな。遊ぼうぜ。了解。行きたいのは何よ。行かないよ。いただき。あー、すっげえ楽しかったぜ。待ってください、これは何かの間違いです。我々は各学園の学長レベルからの正式な命令で動いている五カ殿直属の特務部隊です。折紙家に、いえ、綾小路武芸学者の宗楽柚月学長に確認を願います。本当ですって。一昨日に勝手なことをした件を見逃してもらう代わりにこの部隊に着任、編成させられたんです。そうなのか。だから止めましたのに。あの子が言ってるのは本当ですわ。私たちの出立前に高津学長からも赤羽島を調査するための部隊だと事前連絡がありましたよ。そうですわね、七の里小吹さん。だからそう言ってんだろうが。わかった、物足りないけれどこれくらいにしておくよ。さあ、五人とも来るんだ。どこへです？山狩りのための人手が欲しい。この付近に逃げ込んだネズミを2匹借り出して仕留める。そのための人手だ。美濃関の江藤金美と平城学館の十条日和、捕獲対象は伊豆の山中に逃げ込んだであろうこの2名ですわ。あろうじゃないよ、間違いなく逃げ込んでいるんだ。そうだな、ヨミ。うん。作戦開始は1900だ。それまではこのテントから遠くへ離れるな。それからキトラ見るよ。お前は僕と来い。作戦概要を伝える。は。私、あの人たち嫌いです。なんであんなやつの命令を聞かなくちゃいけないわけ。凄腕なのはわかるけどさ、上から目線で頭にくるし、勘違いで切りかかってきて謝りもしない。それだけじゃなくて嘘つきだ。そうね、私たちに切りかかってきた時も出ている命令は確保じゃなくて駆除。この花さんもさっき仕留めるって確かに言っていたわ。あの、江藤かなみさんって美穂さんのお友達なんですよね。うん、友達っていうかライバル。私が一方的にそう思ってるだけだし、実力は今のところ段違いで向こうが上だけどね。江藤さん、午前試合で決勝まで行っちゃうんだものね。強いだけじゃないけどね。みんな
つかみどころがない子だって思ってるみたいだけど、カナミの剣はすごくて、なんていうか、剣でこう話しかけてくるんだ。あなたはどんな技を出すの？あなたはどれだけ深い底を持っているの？あなたはどれだけ私を高みに連れて行ってくれるの？そんな風にね。それにつられて自分の剣が加速してく感じ。みほのちゃんが息切れしなければね。そうだね、反省します。とにかくそれがカナミのすごいところかな。だけどこのままだとカナミさんたちは駆除、殺されてしまうかもしれないんですよね。やっぱりわけがわかりません。どうして都知同士でお刀を向け合ったり傷をつけ合ったりしなくちゃいけないんですか？どうしてみんなそんなおかしなこと平気で。こんなの怖いです。うん、そうだよね。お刀は荒玉を切るためのものであって、決して人間に向けるものじゃないはずなんだ。こんなの絶対に正義じゃないよね。感謝する。ねえ、ちょっとどうです。はあ、もう、イエス。ちょっと